Turn up! 今回は間違えた。またやんの。またやんのってやめてくれる、はい、私たちバンライフをしていて電波問題というのが結構北海道で味わえませんでしたか、うん、はい。知床とかね、稚内 au なら入るけど俺らドコモじゃ入らないとか。そこで今回、はい、新型ポケット Wi-Fi をゲットしました。ポケット Wi-Fi ってどんなイメージがありますか？メリットとしては持ち運びができて、うん、コンセントとかもいらなくてどこでも使えるっていうのがメリット、うん、じゃない、うん、けどデメリットとしては新規契約したり、俺が言う前に言ってるやんじゃん。デメリットなんですかっつって聞いといて、今俺考えてたのに。やっぱりなんか最初旅バンライフする前に頭回ってないやろ。うん。なんでかって言いますと、いつもならこんな助手席で撮らないのに、今日なんでですか？オフ会前日ですね。うんうん。後ろはとんでも見れたもんじゃないぐらい荷物だらけということで、撮影もできない状態なので。ですが期限は迫っている。はい。ということで、うん、まあ、話を戻すと、そうやね。デメリットとしては新規契約をしなくちゃいけない。2年間縛りとか、やっぱ。あとなんか意外と電波も良くなかったりしてた。なんかかぶせて喋ってるのやめてもらっていい？はい。通信が遅いとかあるんじゃん、なんか。あれ？みたいな。Wi-Fi 使ってる？これ。のがある。デメリット。で、今回ご紹介する。うん。ストック Wi-Fi。端末買い切りなので面倒な契約はいらない。契約はなしなので、契約してないから何年間使わなくちゃいけないっていう縛りもなしで、チャージ式なので月額料金も一切なしで、大手三大キャリアを自動で最適化してくれるので通信も快適という、ありそうでなかったポケット Wi-Fi なんで。おお、まあ、それだけ聞いても何の話ってなんか詳しくわからないと思うの で、チャージ式 Wi-Fi ってイメージつきにくい方もいるかもしれない。ガチャガチャうるせえな方も知れないので、具体的な例を挙げて説明します。ガソスタのプリカとか電車で使うスイカをイメージするとわかりやすいと思うんだけど、最初に使う分だけチャージして使っていくとどん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 減っていくっていうイメージ、イメージつきますか？うん、はい。でこの Wi-Fi の場合だと一番最初に本体にギガもついてくるので、ギガ付きの本体を購入してインターネットを使用することによって少しずつギガ数が減っていって、もしギガ数がなくなっちゃった、切れちゃった、足りなくなっちゃったと思ったらチャージをするっていう流れね、うん、今までのポケット Wi-Fi は使えるギガ数と月額使用量が決まってて、あまり使わなかった人は割高になっちゃうし、めっちゃ使う人は通信量が超えちゃって低速通信になっちゃうっていうパターンがあったと思います。例えば仕事の出張だったり旅行だったり、私たちのバンライフみたいに週末だけバンライフ遠出するとかっていう人も、その時にチャージすればいいので、必要な分だけめっちゃ便利、生活スタイルによって変えられるっていうのが、うん、で使用開始してから365日間という利用期限があるんですけど、うん、365日間の間にチャージすればその日からまた365日伸びる、うん、でまたチャージすれば365日伸びるっていう利用期間は決まってます、うん、今までポケット Wi-Fi 私たちも使ったことあるけど、電波が悪い場所が結構多くあって、今回北海道を旅してる時も私たちドコモで電波が通じない時も、隣の人 au だと全然通じてるとか言って言う場合が結構あって、そういう場合の時もこのポケット Wi-Fi なら三大キャリアを最適化してくれるので、その時は au を電波として拾って自動で Wi-Fi を飛ばしてくれるようになります。その商品がこちら、ストック Wi-Fi。早速中を開けてみましょう。内容物としては説明書、 USB 本体が入ってます。で見た目もコンパクトで、充電も USB で簡単にできて、 C タイプ？タイプ C で4
4000ミリアンペアなのでめっちゃ充電の持ちもいい。4000ミリアンペアって、何なのっていうのは最新のスマホと同じぐらい数日間は持つ、普通に使ってて、うん、はい。それでは早速使ってみましょう。まず初めて使用する際にこの QR コードを読み取ってアプリをダウンロードします。ユーロコムっていうアプリ、はい。個人情報の登録が終わったらまずデバイスを追加というボタンを押すとこういうスキャンがする画面が出て、この本体の後ろのバーコードをスキャンします。そうするとアプリに情報が入って今使っているギガ数とか残りのギガ数とかとネットワークの情報とかも携帯で見れます。便利だな。このアプリでギガのチャージもできて 60GB 4980円とか 100GB 6480円で10ギガから購入はできるんだけど、100ギガとかになると容量が増える分お得にもなるんで、最初に例えば100ギガの6480円を買うじゃん、うん、で1年それを振り分けて使っても10ギガずつとか例えば使ったら、うん、月額648円で使えるみたいな感じで使用もできる。でこっちの本体はこっちのデバイス接続が携帯で終わったら今度はこっちの電源を入れます。これが選択ボタン、スクリーン、まあ、操作方法は本当に簡単で、ここでもデータ使用量とか見れるってことだね。0ギガってなってる。ボタン2つだけや、まあ、1個も使ってないからね。これが回すとか各種選んで、でこれで決定やね、電源モード。でバッグの中に入れちゃうときに、うん、ここのボタンでなんかピコ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 動いちゃうとか、うん、が嫌な場合は電源ボタンをダブルクリックすればロックも。あ、そうなの？聞くし、40秒間ボタン操作がない場合、画面ロックをして休止モードにもなるって。本当だ。でロック解除は電源ボタンをワンクリックして画面の表記に従って選択ボタンをワンクリックするとロックを解除します。本当だ、うん、うん、操作は簡単で簡単だね。でここの見えるかな、うん、この電波の下に今0って書いてあるんだけど、うん、この数字がルーターに接続してる端末数。何台接続できるの知らんけどみたいな顔するのやめて。最大接続数は10台。おお、すごいな。でここの電波マークが×になってると、うん、インターネットに接続されてないってことになるので注意。これね、はい、まあなんか難しいことは何もない、まあ、スマホ持ってる人だったら誰でも扱えそうな。スマホの電波と同じようにアンテナのマークがあって、うん、電池残量も書いてあって、そんじゃ接続してみる、うん、それはもう100ギガが入ってるんでしょ今。そう、本体を買うと100ギガついてくるからまずね。ああ、そういうことね。パスワード入れるだけでもう接続されました、はい、キーってところね、キーね、うん、はい、この SSID をこっちで検索すると、はい、簡単。本当にさ、函館とかもさ、めっちゃいいキャンプ場でも電波カスカスで長居できなかったりした時もあったじゃん、うん、だから私たちにはこれめっちゃ便利かもしれないね。必要な分だけ、ここの山奥でもアップロードしなくちゃいけないって時に、うん、10ギガチャージして使うとかさ、うん、そういう使用方法もあるじゃん。いやでも1年間持つんだったら100ギガ入れといても全然よくない？1年あれば十分使っちゃうやろ。ね、まあ、ありそうでなかったポケット Wi-Fi めっちゃ便利だと思いますよ、うんうん、仕事の出張とかね、うん、この方もサブスクじゃないのがいい。毎月いくらってかかるやつじゃないのが、そうそう、勝手に引かれちゃってっていうのももったいないしさ、使ってなくてとか忘れちゃってとかね。ストック Wi-Fi
ぜひご検討してみたい。これはちょっと今回初めて知った商品だけど、俺らとは相性抜群の商品だね。うん、まあでもいろんな生活スタイルの人が使えるんじゃないかなと思うので、気になった方は下の概要欄にもね URL 貼っておきますのでご覧ください。365日間の利用期間と言いましたけれども、うん、じゃあだったらその365日終わったらもうこれ使えないのみたいな、うん、思って、うん、しかしその購入したギガ数の1年間の利用期限って思った方がいいかもしれない。確かにね。でもしそのじゃあ100ギガ買って1年後に、うん、例えば10ギガだけ残ってる、うん、そうするとそれはゼロになっちゃう、うんうんうん、その1年経っちゃったら、うん、けど本体にまたチャージし直せば、うん、また問題なく使えるので、この本体は永久的に。そう、一回買っちゃえばね。だから絶対みんな持ってた方がいいよね。こんな値段で安いんじゃ。100ギガで2万5000ぐらいでしょ。本体も込みの100ギガも込みで。うん、何が起こるかわからないのね、うん。山の中に避難しなくちゃいけない日が来るかもしれないから。うんうん、そんなの、まあ、持ってても別に全然邪魔にもならないしさ。うん、お金もかからないし、うん、本当それがでかい。そう、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。はい、詳しくは下の概要欄にも載ってますのでぜひチェックしてみてください。キャンプする人とかもあったら便利なんじゃないでしょうか。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。電波ないからやろ。何？さっき。だ電波ねえからウクレレ弾くしか遊ぶことできねえだろ。アップロードもできねえし映画も見れないよ。ウクレレだって弾けない。ウクレレ電波関係ねえや。調子こみたい。うねうねして。ホテイぐらいのうねうねさしたい。ね。見て。ね。っていうかお前ケツに乗っかってんの何？ケツ。ケツの上に乗っかってんの何？それで使えるやんけ。それでいけるやん。それでいけんじゃないの？どこもダメだけど、au とソフトバンクとかだったらいけるかもしれない。なんてやつ？ゴッドアンダーバー。いけたわ。いけるやん。アップロードした？したアップロード。サクサクしてる？うん。サクサクどうやって？どのくらいサクサクしてる？ちょっと一回向こう行って。どのくらいサクサクしてるって聞いてんの。どのくらい？どういうこと？どのくらいサクサクしてる？一周して。何どういうこと？じゃあ踏んじゃねえよ。アップロードするよ。はい。うわ、めちゃくちゃ早い。どのくらい早い？ゴキブリのスピードぐらい。早い早い。あ、全然使えるやん。え、じゃあこれでもうあれやん。
これも見れるんや。いけるわ、これも。電波ないのはあかんよ。電波ないの致命的だよね。こんだけさ、テレビだの、パソコンだの持ってたら。いやー、これいいやん、これでいいやん。よし、これで映画も見れる。使えるね、これ。いいね。